料理初心者の宗方くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦イケメシ。しみなさんこんばんは今日料理を教えてくれる先生は本田洋一先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は中華風のこちらシャキシャキ食感が癖になる肉巻きれんこんの酢豚風 材料です。豚バラ薄切り肉六枚。レンコン二百グラム。ピーマン二個など。ご覧の材料をご用意ください。はい、じゃあ、村上さん、主役のレンコン。僕レンコン切ったことないかもしれないです。おっと。<laughs> じゃあ、今日は、は、二本を半分ぐらいやって、えっ、ー、と、残りを。村上さんにやってもらいましょう。まず半分ぐらいに切って。はい、で、この穴に沿って、縦に。 棒状になるようにう同じぐらいの大きさになれば良いです初めて切るレンコンうーんちょっと大きいかな大きく切っちゃったときはその後さらに半分にカットしていこうピーマンは乱切りに玉ねぎは一口大に切っておいてねここで今日のイケメシポイント レンコンを肉で巻くことでボリュームアップかつヘルシーになりますはいでは肉で巻いていきましょう皆さん見ててくださいね今日う3本か2本ぐらいで良いかと思いますでなんとなく柄がでかいので斜めにして端の方からくるくるくるちょっと外れちゃったしもう後からもう一回りするのでちょっと角度を変えてくるくるくる 二周ぐらいする感じなのでこのぐらいになったら手で最後キュッと締めてあげるとこんな感じでということで室方君もチャレンジうーん室方くこういう作業得意ですねとっても上手できましたいいんじゃないかなそれででは続いて片栗粉まぶしていきましょうはい片栗粉をまぶすことで お肉とレンコンがバラバラになりにくくなるよしっかりつけていこうねここまできたらお肉の巻き終わりを下にして蓋をして中火で3分蒸し焼きにしていこう3分ぐらい経ったので開けてみますお,あお、どうですか全体が白っぽくなった感じだったらここで返していきましょうはい。どう焼き色うん、美味しそう いい感じの爪色ですお肉が焼けたらそこにピーマンと玉ねぎを加えて蓋をしてさらに中火で3分蒸し焼きにしていこう先生また3分経ちましたはい開けてみてくださいおおー,ー,ーはいそしたら調味料入れていきますケチャップに酢醤油 砂糖を入れて混ぜたら、出来上がり。食べ応えのある肉巻きレンコンの酢豚風ができました。豪快にパクリ。レンコンがシャキシャキです。あんが絡んで美味しいです。レンコンを巻いてあげると、ボリュームも出るし、かつちょっとね、あの巻き方。思い出してもらえると、少し斜めにして巻いてあげると、ぐっと。しっかり肉巻きになるので。 もう焼いてる最中とか食べてる時も外れにくくなると思います。麺粉がシャキッとして、こう中華の味が絡むと白いご飯に合いそうじゃないですか？うん、ご飯に合いそうですね。皆さんもぜひ作ってみてください。